ウースター大学は、米国オハイオ州ウースターに本部を置く、アメリカ合衆国のリベラルアーツカレッジ大学である。1866年に設置された、オハイオココレッジと、五代古大学同盟の一校でもある。学生数は少数制で、約1800人と少ないが、各生徒に対するサポートは厚い。また、インディペンデントスタディプログラムなどの良質な、 教育プログラムでその名を知られており、US ニュースワールドレポート誌のリベラルアーツカレッジの全米ランキングでもたびたび上位に選ばれている。ウースター大学は1866年に長老派協会によって設立された。当時の時代背景としては珍しく、初の PHD 取得者が女性であったり、アフリカ系アメリカ人を入学させたことなどからもわかるように、校風は 当初からかなりリベラルだったと言える。1915年の看護学部の廃止とともに教育をリベラルアーツに専念するようになり、現在のザカレッジオブウースターとなった。キャンパスはオハイオ州クリーブランドの南約60マイルに位置するウースター町に所在する。240エーカーに及ぶキャンパスはたくさんの木々に囲まれ、その美しさは学生からも人気が高い。 また、卒業式は緑に囲まれた広場で行われる。卒業式の前日に卒業する学年が、その記念に一本の木を植えるのは、本校の伝統となっている。ウースター大学は、リベラルアーツ教育を通じて、学生一人、数との独自性、責任感、創造力を高める教育に重点を置いている。すべての一回生は、15人未満の少数クラスで、 文章力を養い、よりプロフェッショナルな論文の書き方を学ぶことが義務、続けられている。そして学生は様々な分野での授業を受けることが可能で、幅広い知識と経験を得ることができる。3回生までに学生は研究分野を選び、その豊富な知識と経験を活かしていく。研究分野は以下の通りであり、学生は 専攻に加え副専攻を選ぶことも可能だ。そして、より個々の研究に独自性を持たせる目的で、それらの他にも生徒自らが専攻を作ることもできる。また、専門職大学院への進学に合わせたカリキュラムとして、事前専門も設けられている。ウースター大学の学生は4回生になると、インディペンデントスタディプログラムを受け、生徒一人数とが大学で得た知識と経験を、 生かした研究を行い、それに基づいた論文制作などのプロジェクトを行う。これにより、学生は自らの発展を再確認し、個々の将来へと生かしていくことができるとし、その効果は、校内外からも評価が高い。US ニュースワールドレポート誌のシニアキャップストーンエクスペリエンスランキングでは、ウースター大学はプリンストン大学に次ぐ2位にランクインしている。 またバクロリアットオリジンズ・オブ・ドクター・イト・リシピオンズ1998によると、このプログラムの結果として、1920年から1995年までの PHD 取得者の中で、ウースター大学卒業生が14番目に多いという結果も出ている。ありがとうございます。